皆さんこんにちは。本日のレッスンは高いボールを打つための、練習法です。どのようにしたら高いボールが打てるか、ということをまずは説明をしていきます。今回使用していくのは8番アイアンです。8番アイアンで、何か障害物があって、木を越えたいっていう時に、こういう形で打ってください。まず気をつけていただきたいのはアドレスです。ボールを通常のアドレスよりも左側にセットするようにしてください。このようにセットしたら高いところに目線を合わせてください。高いところに目線を合わせてできた、この肩のラインですね、肩のラインをキープします。ここでキープした状態で、アドレスをセットし、ここで構えを作ってください。少し体重は右に乗っている形になります。手はハンドファーストにせずにこのような形で構えてください。このままスイング軸を変えないようにスイングをすることで、その目線を合わせたラインにボールが打ち出されます。それではもう一度打ってみます。ボールを通常よりも前に置き、高いところ、打ちたい場所に目線を合わせて、ここでできた肩のラインをキープ、軸をキープ、このままスイング中もこの形を変えずに打っていく。これを意識して練習するとボールを高く上げることができます。フィニッシュのラインで右足は上げる必要はありません。高いボールを打つ、軸をこのまま回転させるということですので、かかとはなるべくついたまま、少し浮いた程度が正しい形になりますので、このあたりをチェックしながら練習をしてみてください。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。随時新しい動画レッスンを公開していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。